頭の形をした花瓶と日本の版画のある生物は、ポール・ゴーギャンが1889年に描いた生物画である。2016年現在は、イランのテヘラン現代美術館が所蔵している。1888年から1889年頃、ゴーギャンは日本の木版画である浮世絵に熱中していた。リンゴと水差しのある生物などの背景に描かれていた浮世絵が、 この頭の形をした花瓶と日本の版画のある生物にも描かれている。なお、この絵の中に描かれている浮世絵は、歌舞伎俳優を描いたものである。この油絵の以前の所有者は、ヨーゼフ・ローゼン・ザフトというホロコーストから辛くも、生き延びたユダヤ人内しユダヤ系ポーランド人であった。1945年4月15日にベルゲン・ベルゼン、強制収容所から解放された後に、 小国から強制移住させられたユダヤ人たちのためのコミュニティ種アリットヘクタールプリートの指導者となった彼が1975年の9月に亡くなると後には膨大な美術品のコレクションが残されたしかしながらこれらは美術品の購入に関連した負債を解決するために売却せざるを得なかった1976年にサザビーズで行われた競売の結果 ローゼンザフトのコレクションは丸ごとすべてテヘラーン現代美術館が購入することとなった。同コレクションは今でもすべて残っており、同美術館で最も古くからあるコレクションの一つとなっている。1976年の競売では頭の形をした花瓶と日本の版画のある生物に140万 US ドルの値がついた。 2015年現在の価値に換算すると4500万 US ドルに相当する。マフムード・シャーロイがテヘラン現代美術館の館長を務めていた時にはワシントン DC のナショナルギャラリーやロンドンのテートモダンが本作を借りる申し入れを行ったが、いずれも断られている。ありがとうございます。